ゲームの面白さとは何かということを、徹底的に分析しまして、それをですね、論理的に、細部にまで反映させたのがこのゲームです。当時は、スリルと爽快さということをコンセプトにゲームを設計していました。アワーはですね、直感的に面白さを伝える要素として、用いています。またそれをまとめて割るということは、全てですね、前述のスリルと爽快さというコンセプトにつながっています。協力プレイというのは、実を言うとすでにあったアイデアだと思うんですけれども、このゲームでは、協力しないと最終的なエンディングが見られないという設定になっています。そのためですね、協力するということが今までのゲーム以上に必要になってきています。結果ですね、2人でチームを組んで、得点を競うとか、カップルでゲームをするというようなことが多く見られ、当初の目論みがズバリ当たった形になりました。例えばバブルボブルの時には、夜も寝ずにですね、企画のアイデアを練っていました。で、休日も返上でですね、で家で閉じこもってですね、アイデアを披露していまして、で、気がつくとですね、部屋中ですね、アイデアの紙が山のようになっていたというようなことがありまして、で、夜もしらじらと開けて鳥が鳴いていたというようなことが、しょっちゅう続いていました。両作品に共通することなんですけれども、日本のゲームセンターに当時女性が非常に少なかったんですね。で、この問題を解決するためにはどうしたらいいかというふうに考えました。で、まずそのためにはカップルを呼び込むということを考えたのです。したがってこのゲームでは2人用の可愛いキャラクターを使ったゲームということに設定をしました。